S 店長が錯乱した話。何やってるんですか。はいはい。いや、ちょっと。伊藤さん、ちょっと相談ですけど。はい。我々のこの食費あるじゃないですか、はい、1ヶ月分これ残金をちょっと処分したいんですけど。処分？勝負。勝負？はい。何の勝負？競馬です。競馬？はい。なんで？これね、絶対自信のあるレース見つけたんですよ。うん。絶対に自信あるんです。外れたらどうするんですか？外れたらまたお金出します。誰が？私。俺は？いや、いいです。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、じゃあこれ証拠ね。これ証拠ね。俺絶対に出さないよ。佐藤さん、自分で足してよ。これちなみに今いくら残ってるんですか、それ？38,500円。38,500円。OK です。わかりました。任せます。今日ですか？今日です。あ、OK です。わかりました。いいですか？わかりました。じゃあ勝負します。いいです。ありがとうございます。真ん中からセッション力は34。ん？何番買ったんですか？3と14ですね。いくらですか？ワイドで、38,600円。見せてください。34ですか？え？34。34ですね。14来たけど3番、あ、いた。あー、ちょっとこれいったか。いったー。いましたね。やりました。ありがとうございます。3番14番でございます。キモキモ。やりました。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、3番すごかったっすね。え？ 3 番が。でも、この9番もすごい伸びて。ちょっと危なかった。はい、それでは、換気にやってまいりました。こちらですね。おー、このような結果になりました。やったね。